おはようございます、まあ扱い方ね炎の扱い方炎の扱い方や刃物の扱い方がいい悪いっていうのが本人に委ねられてるわけなんですけどもやっぱ同じようにテクノロジーとか情報ってのもあのもよく情報化社会って言われてますけども情報を扱いかねてる人ってのは問題ばっかりをね集めてきたりとか、まあ、いろんな自分を苛むことばっかりをねいろんなところから収集してくるっていうところがあります精神的に参ったり所得が下がったり上がらなかったり 自由ななな時間がなくなったりとかねねてるわけななんんですよ、ね、なんか冷たい気持ちで見ているとわあこの人は情報化社会の犠牲者だなと思うのと同時になんでこんなに下手なんだろうとかも思うんですよねわざわざ気持ちが暗くなる情報を取りに行ったりわざわざ燃めているところに自分が出かけて行ったりとかしてねなんかそれでいいんだろうかと思うわけなんですよ。かたやねね問題を解決したりとか、ね 豊かににになななったたりとか自由な時間を増やすすめに情報にタッチでできるる人もいるわけなんで,すよで、それが混在しているのがインターネットって世界なんですけどもその集合具っていうね愚かさが集まっているところと集合値っていう知能が集まっているっていうところが混在してるわけなんですけどもよくインターネットの情報は信用できないって言いますけどもそれはね信用できない人にどういうわけかタッチする人がそういうこと言うんですよね。でもインターネットをやったかばかばりりに自分の所得が上が上 自分が持てなかった家族が持てたりとか、その家族に豊かさをもたらしたりとか、できる人もいるんですよね。で、逆にね、いろんなね、頭が痛いようなことをね、家族に持ち込んだりとか、友人関係を壊すために、新しい人と出会ったりとかね。うん、なんか同じところにいるはずなのに、違うところにいるんですよね。まあそういった形で、人間ってのは火を扱えるようになったんですけども、火で焼け死んでしまう人もいれば、人を燃やす人もいればね、でもその火で冷めた心を温める人もいれば、 様々だななと思うわけなんですよね結局その昔からバカとハサミは使いようって言いますけども変わらないでしょうねきっとねその概念はだから概念は変わらなくても自分がどっち側の概念に居続けるかってことが非常に大事なわけなんですよあのちょっと話変わってくるんですけども結婚相談所の方とね長い間コミュニケーションを取っていたんですけどもこの度年収300万以下の方の入会をお断りするっていう風な規約になったらしいんですよ というのがね、過去20年年収300万以下の男性が成婚に至った記録がないらしいんですよね。ということなんで年収300万以下の方は会員登録してもしょうがないということになるらしいんですよ。なんかねこれは冷たい現実をこれまた映してるなと思うんですよ。一つはですねやっぱり収入が低いと結婚ができないということなんですよね。希望していても。もう一つはですね 収入が低い人を女性は選ばないんですよ。しかもその女性は年収300万円も持ってないんですよね。まあ、こういうふうにね、自分のできなさを人に、いわゆる押し付ける形で結婚というものが非常に冷たいものになっちゃったかな同時に結婚の攻略法は、金があればいいって話になる。プラス、女性とちゃんと付き合おうと思ったら、残念ながらね、金がある人とない人とはっきり分かれてきて、金がある人は、ものすごく自分を豊かにすることもできるし、 自分の持ち物を増やすこともできるし、まあ、女性の言ってみればわがままの要求も応えることができるということなんですよね。<laughs> これが逆にはならないわけなんですよ。どういうわけかね、うん。この不可逆性と言うんですけども、なぜかね、じゃあ自分が豊かになって年収の低い男性を養ってあげるわよっていう女性があらないところに、またね、このお金の使い方も一つ出てくるんじゃないかなと思うんですよ。 要するにお金を扱える人っていうのは人の心も扱えるっていうところに来てしまったわけなんですよねうんいやだから人の心は金じゃ動かないよっていうのは既にお金の問題をクリアしとが言える話であってうん現実ねあのお金がないっていうのは男性にしても女性にしても自分の人生や夢とか希望とか身内を大切にできるかどうかとか関わってくるわけなんですよねでえっ、ー、とインターネットの話に戻りますけども お金の問題解決をするための情報や人にアクセスできることがあれば多分この辺の問題はなくなるんですけども相変わらずね同じようにスマホやネットパソコンってこういうものを使っているのに問題が延々と解決できずに逆に問題を増やしていく人もいるってことなんですよ。まあ、常々その人間がテクノロジーというふうに言い始めた火の使い方ね、まあ、これには有利していきたいなと思う ところでございます。ええー、ということで今日も2時42分です。一日スタートしましょう。おはようございます。よろしくお願いします。いってらっしゃいとし。